ラナ、でもそんな簡単にはいかないよ。メイフィスは遠いし。そうだ、でも俺考えたんだ。とりあえずトレーラーで暮らそう、このフォールズシティで。もちろん行きたいさ。だから今すぐに結婚しよう。違います、これは俺宛です。俺が払います。給料も入ったから。説明しても分かってもらえないかもしれないけど、水持ってない、喉がカラカラに乾いちまって。俺は両性だ、男と女の両方のものを持ってるんだ。俺の本名はティーナ・ブランドン。俺は本当の男とは言えない。この間の晩はごめんね。来ちゃいけないって分かってる。でもどうしても話がしたいの。カードを読んでほしいの。橋の下でいいから。別れるのは無理。分かるでしょ、私には頼るものがないの。ちょっとでいい、希望ちょうだい。ほとんどはお酒絡みのトラブルです。酔って奥さんを殴ったとか、バーの喧嘩とか。ここって気ままに暮らすためによそから移ってきた人が多いから、お互い深くは干渉し合わないの。どっちみち私はまだ軽犯罪しか任されないんですけど、でも小さなことばかりで退屈。ドーマー警部、すみません、ちょっとお話が。昨夜報告書を見直したんですが、銃弾が発射された方角について疑問があるんです。彼女お金あるの？あんたはお金あるの？どうするのよ。なるほど。嘘でしょ。絶対にダメ。お札一枚でも足りないと私クビにされちゃう。クビは困るの。妹が病気なんだから。自分のシフトの日にして。じゃあ次のチャンスを待てば。今夜は一セントたりとも盗ませないからね。私を撃つっていうの？私がお金に困ったらシェリーを撃つ。私をクビにする口実ができる。私には責任があるの。神様だってサージのためにも任務を遂行するのよ。グーナは世界じゃないわ。彼の家族よ。最初の爆発まで1分、12分で衝撃波が来る。マグマの流れに乗ってるのはいいんだけど、レーザーが使えないからプレートにぶつかったらおしまいよ。ミッキー・マックさんね。マギ・フィッツジェラルドです。噂は聞いてます。凄腕のマネージャーだって。ビッグ・ウィリーをチャンプにした。でも私はダンさんから離れる気はありません。だから話しても時間の無駄だと思います。どうもお邪魔しました。ボス、家の話だけど買っちゃった。ママによ。ママが今住んでるところの近くに。言われた通り側近でね。だ、秘密にしてるの。よかったら一緒に湖までドライブしない？ママもきっと会いたがるわ。委員長、私はご両親のシゼラ夫妻から息子さんの失踪について明らかにしてほしいと依頼されたのです。先ほどの証言で彼の在職中にシゼラ氏が行方不明になったことになります。たとえヘンドリックス氏自身がシゼラ氏の尋問を行っていなくとも、尋問した者とは知り合いのはずです。ではまだ警察署に保管されているんですね。刑事さん、父はエメット・リン・スコットよ。あのエメット・リン・スコット、ハリウッドとロングビーチを開発した。新聞の見出しを想像して。開発王の娘ダリア事件で事情聴取、レズバーでお楽しみ。ローナはネブラスカの田舎町に残した間抜けなボーイフレンドの話ばかり。ベティは映画雑誌の最新号の話題ね。こういう絵私も見たことがあるわ、博物館で。でも黒人のじゃないの、ユダヤ人の絵。その絵の特徴は分厚い唇じゃなくて大きなわしっぱなだった。誰か一人の似顔絵じゃなくてユダヤ人全員の象徴。それは新聞に掲載されたわ。世界一有名なギャングによってね。あんたたちと格が違うわ。彼らもみんな最初は貧しくて他人にバカにされてたけど、誇りとアイデンティティを取り戻したの。工業用不快度注入というのは名ばかりで、これは有害廃棄物の不法投棄です。こうした廃棄物の違法な地中処理は第三世界において以前からたびたび行われてきました。今回のケースではエタノールとメタノール、芳香族化合物ベンゼン、 DMSO が混ざり合ったものが地震の影響で漏れ出し、修道院の下を流れる下水道に流れ込んだ。何なのよ。シャロン、ゆべ何があった？お願い大声出さないで。今日は仕事？無理よ、仕事なんて。今日だってベッドで死んでるんだから。子供が生まれて引っ越しました。お子さんは何人？いいですね。クさんはあなたの玉を握ってもてあそんでるの。金属の玉をぶつけ合うおもちゃみたいに。決心したわ。航空局のコンサルタントを辞めることにした。私たちの関係が公になったら他のどんなことよりもダメージが大きいから、あなたにもみんなにも分かってほしい。私は空を飛ぶためなら何でもする。あの美しい鳥に乗って世界中を飛び回りたいの。私は世界一周に挑戦する。でも挑戦してみる。それから家に帰るわ、ジョージの元へ。ダメよケニー、もうしないって約束して。最高裁がある。諦めたらダメ。今度は一流の弁護士雇うから。そんなの聞かないで、私に聞く必要ある？警察は妹だと分かったら証拠を隠滅するかも。まったく信用できない。説明じゃないといざ自分だって名乗りたいとき名乗れないから嫌なの。あのここに空き室があると聞いたんですが、見せてもらえます？手が出ないわ。38,000？ 格安ね。まさか1階がクラブとか？私救命救急医なの。どんな場所でも寝られるわ。だいぶ捨てたの。ベッドも半分に切って燃やしたかったけど、ないと困るからやめた。電源車は遅れるし、私はラジオのインタビューなのに決め顔
しちゃった。信じられる？その話はやめましょう。あなたに話すんじゃなかった。それより外見て、紙吹雪のテストしてるのよ。あ、ちょ、ゴミを捨ててるんじゃないんだから、もっと風に舞うようにして、魔法みたいに。心強いわ。南アフリカなんてどう？豊かな自然に野生動物もいるし、物価も安い、手頃で現実的。特別な母親になりたいの。そのためには何かやっぱり特別なことをしなくちゃ。一緒に来て、特別な父親になろう。わかった。それじゃあ破傷風とジフテリアは？それからハシカとオタフクカゼと風疹は？彼は私に寝返りを打たせ、食事やお風呂の世話をして、息をする以外代わりに何でもやってくれる。まだ若いんだから幸せになる権利がある。僕がどれだけ何？エヴァン、子は今問題じゃない、私の問題。このままずっとあなたに負い目を感じながら生きていくのは辛いの。もう耐えられない。嫌なの、ベッドで待ってるのが。